モイセント・ジョン・モアザンは、アメリカ合衆国のパイロットである。イリノイ州のカンカキーに、フランス系カナダ人移民の両親のもとに生まれた。1880年に、家族は、イリノイ州のマンテノ、で農業を営み、兄弟の内ち姉のマチルダは、アメリカで2番目のパイロットライセンスを得た女性であり、弟のアルフレッドもパイロットになった。モアザン兄弟は1896年に、 エルサルバドルに移って、サトウキビの応援を購入し、財を成した。1909年、ニカラグアの大統領ホゼ・サントス・セライアに頼まれて、フランスで航空の調査を行うことになった。ランスの航空省を見学し、ルイ・ブレリオからパイロットの訓練を受けた。多くの航空レースや競技会に参加して、好成績を上げた。1909年にアルミニウム製の実験機を、 設計製作し、飛行した。1910年8月23日、メカニックのアルベール・フィリューと猫のマドモアゼル・フィフィを同乗させて、ドーバー海峡を横断した。弟のアルフレッド・モアザンと共に、アメリカ合衆国を巡業する、航空サーカス団、モイセント・インターナショナル・エイビーターズを結成した。ニューヨークのベルモント・パークで行われた航空ショーで、 ブレリョキで1 6トル先の気球まで38分で飛ぶ飛行を行い、1910年10月30日にイギリスの飛行家クロード・グラハム・ホワイトと自由の女神像の周りを回るレースを競った。1910年12月30日、ルイジアナ州ニューオリンズで自動車と8キロメートルの距離で競争を行ったが、敗れた。12月31日、 ニューオリンズ郊外のケナーで着陸の前に強風に遭い、シートベルトをつけていなかったジョンは機体から投げ出されて落下し死亡した。ブレリオ機は燃料を多く積んだ時にバ力不足でノーズヘビーの傾向があった。ニューオリンズの国際空港は後にルイ・アームストロングニューオーリンズ国際空港と解明されたが、当初モアザン飛行場と命名されていた。モイセント ストックヤーズの略称から MSY とされた空港コードは現在も使われている。ありがとうございます。